一気に2.3%上昇してまあ9.8%危険水域に入ってきたと今週のうちには一定の判断をしてまいりたいと県の関係者によりますと明日にも対策本部会議を開き福岡コロナ警報の発動とまん延防止措置と同等の県単独措置の実施を決める方針です 県の措置としては来週月曜日から県内全域の飲食店を対象に認証マークを取得した飲食店は午後9時までそれ以外の店は午後8時までの営業時間の短縮を要請するほか県民に対しては県境をまたぐ移動の自粛などを求める見込みです。